はい、どうもタイガです。お疲れ様です。皆さんこちらじゃん、撮りましたチビブラの金バッチ。というわけでね、今回チビブラ金バッチをお披露目したいと思います。まあそもそもチビブラ自体もスキル発動率は高い方ではあるんですけど、やっぱダメージを受けて発動することが多い。まあ歩いてる最中、自分が攻撃するときに、まあスキル発動をする、そしてダメージを受けてるときにスキル発動する、そんなキャラなんですけど、まあダメージ受けちゃうとやっぱり痛いですよね。あのスキル発動中は火ダメ弦がついてるんですけど、あの火ダメ弦つく前にダメージ受けちゃうと結構早く死んじゃうんで、まあ金バッジをつけることによって、まあ結構硬くてずっとループできるんじゃないかなと思いまして、今回ねチビブラの金バッジで、頑張ってね、それをやっていきたいと思います。チビブラの金バッジを引けるようにしたいですね。よかったら皆さん最後までぜひご視聴ください。そして、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。まあ、実際ねどれぐらい金バッジが必要なのか、まあこれでわかると思います。それではやっていきます。さあやっていきましょうか。とりあえず金バッジの火力も上がるんですよね。でチビブルってあの吸い込んだ数によって火力変わるんで、吐き出して与えるときに、まあ、スキルどれだけ出るかって話なんですけど、チビブラで、吸い込めないキャラがやっぱいるわけで、吸い込めないキャラを対応できるキャラは引いていきたい。なんだこの札は。ただ金バッジなんでいきましょうか。どっちもなんか遠距離だな。もうさっさとそこでデス切って、サイをどこで切るか、ここかな。速攻でデス切って、チビブラとサイで砦圧かける。大砲は撃つ。 OK、 よいしょ。あー危ない危ない、まだ切なくてよかった。まあ、切ってもいいんだけど全然。よいしょ。とりあえず火炎避けはして、なるほどね、これ肉。 OK、 いや痛いな。でチビブラここ切って OK、 であれも倒して、で魔導っすね。魔導はちょっと無理なんでチビドラ出してあげて火力補助。通常攻撃ならね一応ね吸い込めるんですけど、まあしゃあない。この火炎は痛いな。死ぬか、まだ死んでないな。灼熱で死んだわ。さあ上の剣士をどうするか。とりあえずここは倒せる。2、あ取られた。あっ外れたか。とりあえずここね、チビブラでこれよねこれよね、強いの。おお、しかも死んでる。え、あ一発デスの方が使ったのかな。あでもこれ落ちちゃうな、あの城が。まあしゃあない。でも強いっすね、やってることは。4個吸い込めない、迎撃吸い込めない、大型吸い込めないってのがあるんで、それ以外に対してすごい強いな。次やっていきましょうか。さあやっていきましょう。とりあえずカマキリとか引きたいですよね。あの4コス引っ張れる、迎撃引っ張れるカマキリ引けるとね多分結構相性いいんですよ。まあでも迎撃タイプも倒したいけど、一番欲しいのは足。やっぱ吸い込んでも取れていけなかったら意味ないんで、足キャラとはすごい相性がいいと思うんですよね。今回引けなかったけど。あ剣士ずれてんなこれ、一体多分ずれてんなこれ、多分だけど、まあいいや。ウィッチとかいうそういう支援系のキャラも結構合うんじゃないかな。どうなんだろう。スライムとか吹っ飛ばせるし、魔導も飛ばせるし、悪くはないと思うんだけど、どうかな。取っていく。とりあえず上チビブラ切ろうか。剣士1本切っちゃったけど、さっぺっと金チビブラどこまで頑張れるかと、あとはあチビブラこれ押し込まれないんですね、悪縁で。死ぬな、これはもうしょうがない。我慢7、よーくやってんのかな。さて
どうしよっかな、これスッと、ここで倒してほしいんだよな、それ。一応デス自体が悪影によって吹っ飛ばされないんですよ。ひだめ弦もついてるのかな、確か。なんで近距離引っ張ってさっさと倒せば問題ない。でチビブラ切って電線どかして、あ、下のチビブラが止まってないな、止められないのかな、もしかしたら。こうなったらもうこうだな。オッケーオッケー、いけいけ、詰めろ詰めろ、いいねいいねいいね。でこれで前線チビブラ切って、どんどん邪魔邪魔っつってどかしてって、でもう吸い込んでもらって、吸い込んでもらえ、そう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 、吸い込んでもらって、吸い込んでもらって、吸い込んでもらいたいけど硬いな、壁が硬い。いやー、吸い込みきれなかったか。後ろのチビブラを止めるのも諦めてましたね。止まんなかったんだろうな、きっと元気ないから。いや、こうなると強えな。進撃の3個スイカしかいなかったらマジで強いですね。本当に止まんないと思う。で迎撃キャラだけはどうしても無理なんだけど、まあ、火力ない迎撃って言えばスライムぐらいだったら何とかなると思うんで、まあ、ただスライムもね、一応ね、スライムの通常攻撃を吸い込みまくっちゃって、スライムに重ねた中型を吸い込めなかったりもするんで、そこだけどうしても注意しなきゃいけないんですけど。さあ、引いていく。ちょっとね、チビブラの金バッジのために回してるから、大型が育ってないですけど、まあ、しゃあないですね。さて、こういう札でいっちゃうと、対面から来るチビブラがマジできついって感じになると思うんですよ。ただまあ、惜しい。で、騎馬兵とかも吸い込めるんですよね、スッて。だから突撃される前に飛ばせるから、すげえ便利で。あ、いいね、吸い込み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 、チビブラ吸い込んじゃえ。そうだ、そう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 、全部吐き出して、マジで強えな。よいしょ、ちょっと 横殴りされちゃってますね、バカモンに。ああ、でも吸い込んでる。あの、ダメージ受けたらスキル発動するんで、一生吸い込みまくってますね。吸い込み吸い込み吸い込み続けて、折り手が取れそうだ。さあ、相手たまらずキャラ、召喚してきて。ハープ打ちようかな。吸い込みまくってんな、マジで。一発もスキル打たない、配布で。さあ、OK、行こう。どんどん行こう。詰めてけ詰めてけ、どんどん前行け。もうクイーンビームを先に奥に行かせてる。でも砦守れますからね、チビブラ行っておけば。てか倒してるな、トレント。それ通らないから。よいしょ、火音波すればって感じですけど、後ろしなければ銃剣士も出すんですけど。よいしょ、オッケーオッケー、全部取れましたね。クイーンビーム止まってないし、干渉はいける。チビブラがなんかいろいろとやべえことやってんだよな。第一切りナイス、残ってるな2体。いや、いいね、これまだ底フルじゃないですからね、強いよ。さあ、ラストやっていきましょうか。ラスト、とりあえず使って分かったことは、結構ガンガン切ってもいいかもしれない。いや、その相手が迎撃キャラとか持ってて、チビブラがあんま使えないよっていう状況だったら、守りに変えて、守りとかにね、使ってもいいと思うんですけど、相手が進撃ばっかでチビブラ対応できないよってなったら、もうなんかゴリゴリ使っていい気がする。ただラスト引けてないな。ヒーダー OK、 よかったよかった。これなんとか全社ヒーダーかな。さて、あ、ミスター、オークが1、あー、オークが1マスずれちった。これさ、ここでさ、チビブラ切っても強いよね、この砦合戦で。
あ、でもなんか普通に取らせてくれましたね。あとはチビブラも言ってるけど、ウィッチを出したい。さあ引っ張って吸い込んで、はい、ドーン、強い。上ウォーク出しようか。ここウォーク出しよう。あー、なんだこれ、何に反応してスキル打ってるか分かんない。さあペット、さあ上のラインどうしようかな。ウィッチ切ろうかと思ったけどやめよう。上もチビブラいっちゃおう。サイクロいるからな。サイクロを、さてここでドネス一歩いくか。もうひらめげん強いなマジで。スキル打ってほしいなこれ。とりあえずこれウィッチだけでやれるでしょう。ナイス、デスもいっちゃえ。どんどん攻めろ。サタン切るコースないぞこれ。ギリギリでサタン切れるようにして。オッケーオッケー、いいね。吸い込みが強いね、マジで強い。さあスッと、諦めんの早ない？諦めんの早くない？チビブラの吸い込みがやばい。さあ干渉っすね。いや強いなマジで。取り出前が終わってるでしょこれ出されたら。ナイス。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。今回やっていったのはチビブラで、ステータスこんな感じですね。まだ底力1のみ、団子は HP フルの攻撃力が、7ぐらいだったかな。ちょっとまだ中途半端ですね。足りてないです団子が。で、激レア1個だけ引けたので、激レア1個分のステータスが上昇してます。まあ激レアあと2個プラス、スキル11、あと3回引かなきゃダメですね。まあ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 、もう少ししたら、ガチャがね、更新されると思いますんで、激レアが。フォアドラも揃っちゃったんで、フォアドラがじゃないやつ出てきたら、今、チケットが少し余ってるんで、そのチケットでね、引こうかなと思います。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったら、ぜひご視聴ください。金バッジはね、かなり強かったと思います。実際に。見てわかるように。というわけで、お疲れ様です。